ザ・ベビー・グランドライトモデル R は1910年にライトカンパニーが製作した競技用機であるロードスターまたはベビーライトとも呼ばれた服用でビーム指示された2組の垂直尾翼を持つのモデル B を元に2機が製作された 30HP の4気筒エンジンで2組のプロペラをチェーンで駆動した 1910年11月にベルモントパークの国際飛行協議会にアレクサンダー・オジルビーの操縦で出場した。1機はエンジンを 60HPV-8 エンジンに強化し、翼復興6.53メートルに縮小し、高速化したものでベビーグランドと呼ばれた。オービルライトはベビーグランドで時速110キロメートルの速度を記録した。 1910年のゴードン・ベネット・カップに2期は出場し、オジルビーのモデル R は2位に入賞したが、ウォルター・ブルキンスのベビーグランドはレース当日の飛行練習でエンジントラブルで墜落した。オジルビーの機体もレース中にエンジン修理に1時間を費やしたが2位に止まった。ベビーグランドは1911年の ゴードン・ベネット・カップに 50HP の NEC エンジンに乾燥して参加し、オジルビーは4位となった。ムンソン・ケネス・パイオニア・エアクラフト1903から1914ロンドン・ブランド・フォード1969ザ・アメリカン・インターナショナル・ミーティング・フライト後ノーベンバー1910ありがとうございます。